皆さんこんばんは。ついにこの時がやってまいりました。株式会社ゴルビー代表取締役秋尾ブローこと秋尾中川をいじり倒すお時間でございます。実況解説は私鉄子なぎらが務めさせていただきます。さあということで、ずいぶん久しぶりにやってまいりました秋尾中川のスーパールーティンでございますけれども、まあ、今回は日曜日からのスタートということで、ちょっと異例の、ね、流れでございます。おっとちょっとサングラスがあれですが、まあ、ここは突っ込まずにいきましょう。いちいち突っ込んでたらやってられないということで、さあ降りたところでどこに向かいますのかというところでね、ちょっとねダサいんだよな。これはね言っていいのかどうか分かんないけど、まあちょっとダサいよね。まあまあまあ次行きましょう。さあということで、ね、のっけから大波乱のスタート、サングラスに黒マスク、ちょっとねだいぶ怪しい面持ちでどこかに向かっていく様子の秋尾ブログでございます。さあコンビニでおにぎりを2つ購入して向かいますのは生きるオフィスことウィーワーク。久しぶりに見ましたね。やっぱ秋尾ブログは生きてこそなんぼ、生きてこそ価値があるということで今日もやっていきましょう。あ、僕ねちょっとおにぎりチンするタイプの人苦手なんでね、今後はかからないでいこうとは思うんですけれども、やっぱおにぎりチンするのはどうかと思いますよ。そのままでも美味しいんじゃないかと思うんですけれども、まあ彼はおにぎりはチンする派の模様です。さあ時刻は6時42分、夕方バリバリね、日曜だろうが 何曜日だろうが仕事をする姿を本当に見習いたいと思いますけれども、さあ次は何が始まるのか。おっとマイプロテインの営業でしょうか。彼はマイプロテインのアンバサダー、日本で11人しかいない栄養を受賞しているわけなんですけれども、まあ見せてきますね、マイプロテイン見せびらかしてきますね。はい、皆さんぜひね、騙されないようにしてください。まあ、僕はね、あのマイプロテインのチームメイトって言って、その1個下のランキングのところに属しているわけなんです。ぜひ僕のリンクから買っていただければと思います。資本主義を一緒に覆しましょう。さあということでね、これ見よがしにマイプロテインのサプリメントを次から次へと摂取していくわけでございますけれども飲みすぎよサプ中ですね完全に中毒患者みたいな顔してますけども、はい、あの一気に飲むのは気をつけてください。あの錠剤がでかいので本当に飲む喉にあの詰まらせる可能性があるということでね。さあということで、今はビデオミーティングやってますね。はい、社員に雑魚と言っております。偉くなったもんだ秋尾ブログと。1年前まではねサラリーマンでワッショイワッショイやってたのに、気づいたら経営者でございますよ。本当にね、もうなかなかね人のリーダーとして引っ張っていく器があるのかどうかっていうところが今後の経営で試されるわけなんですけれども、さあ隣にハゲがおりますね。悩めるハゲに何か説教でもしているのでしょうか。2000万円何か怪しい話をしている模様です。さあギャルのお姉さんを追っかけながら帰宅していく秋尾ブログ。いや帰宅ではない、ご飯を買いに行ったもんだ。体重を増やします。体重を増やす、とてもどうでもいい宣言が、ね、始まりましたけれども、80キロいきます。はい、行ってください、勝手に行ってください。ビッグ3 500キロを、ビッグ3マックスのリミットはデッドリフト、ベンチプレス、スクワットですね。12月31日今年中というやつナルハイで達成したい。今はどうでもいい話です。非常にどうでもいい。ベンチプレス130キロ、めちゃめちゃ話すな筋トレの話。5キロです。これをまだ続ける。今合計が445。カレー食えよ冷めるでしょカレーそんな興味ないのよあなたのビッグ3の数値。どんな手を使ってでもいきます。どんな手でも使うそうですよ。はい、皆さん覚えておいてください。今年中にビッグスリー合計500キロいってなかったら、みんなで嘲笑ってやりましょう。この秋尾ブログをビッグスリー500キロ上げろと。はい、お金食えよコミットいいって。さあということでね、夜の8時半カレーを平らげて、ストレッチですかね。さあ体かてえこれはあの大臀筋のストレッチなんですけどね、大体の人はね膝まで胸がつくと思うんですけどね、これは硬いですよ秋尾ブログ、ガッチガチです日頃のねケアを怠ってるとね、ビッグ3を追うね、その過程で絶対怪我するからね、このあたり徹底していただきたいというところです。さあ日付は変わりまして、週の始まり月曜日でございます。時刻は7時15分、ゆで卵を作っています。はい、あれほどね自炊をしないと言っていた秋尾ブログ、ゆで卵を作るようになりましたなんだこれは一体何を見せられているんでしょうか。ブブはい、まあ英語の勉強をねするということでね、彼は常々世界一の組織を作ると言ってるわけでございますから、逆に日本語で過ごしている方が違和感ということで英語を勉強していることでしょう。秋尾ブログが世界に進出するときは楽しみです。さあ今度も卵養鶏所の案件でも来とんかこれ卵しか映らんこれは皆さん養鶏場の案件来ますよそのうちね来ますよこれさあということで大井町ですね、オフィスがある五反田から数駅行ったところにありますけど、トレーニング終了。なんやそれは
トレーニングが終わった模様です。わざわざメニューまで載せていただいて、誰があなたを真似をするんだと言いたいところでございますけれども、さあ朝5時18分に起床、火曜日が始まりました。やっぱ朝早いですね。うん、5時台に起きるってなかなか正気の沙汰じゃないですからね。これが普通にできてしまうのはやっぱり秋尾ブログのすごいところ。ここは認めざるを得ません。さあ今日もゆで卵を作って約12万円ほどしたシューズですね、オールデンを見せびらかしながら1日がスタートするわけです。資本主義の縮図を視聴者に見せつけるスタイル、なんとも憎たらしいですね。さあ独特のスタイルで迎えます。もうダメですね。相変わらずラップを歌ってるわけですけれどもね、さ彼最近ちょっと瞑想してるんでね、はい、あのエミネムのルーズ・ヨーセルフにハマっているようです、はい、歩きながらラップ歌うやつがいたら僕は近寄りたくないと思いますけれどもね。さあイングリッシュの勉強をしている模様でございます。うん、前までねイヤホンだったと思うんですけど、ヘッドホンに変わってますね。うん、そんなに何個も音楽聴く媒体はいらないと思うんだけどね。顔が決まってる。なんやそれ。急に感情高まりますからね、彼はね。本当に。さあ始まりました。英語の発音です。言っちゃってるから。どうなんでしょうね。なんかそんなあっていう時だけ声高くする必要があるんでしょうかね。さあということで大田屋です。彼は大田屋の朝ごはんを非常におすすめしています。500円でね、あのさっきの映ってたようなものが食べれるということで、非常にクオリティが高いと、はい、コーチング受け終わりました。はい、来ました。コーチングの営業タイムです。やります。決まってる。やります。同じこと言うんかい。なんか言うかと思ったらやります。2回目来ましたからね。相変わらずここら辺のボキャブラリーが足りないあたり愛苦しいんですけれども、彼は本当にね、コーチング受けた後毎回人が変わったかのようにね、なんて言うでしょう、行動力とかエネルギーが増すんですよね。うん、あの社員みんなに電話しまくりますからね、本当にまあ迷惑なんで僕はいつも、まあ、着信拒否してるわけなんですけれども、まあそういうね、まあコーチング実際いい面もあるのではないでしょうかということで、はい、次水曜日の朝8時45分ゆで卵からスタートして一気に昼にタイムスリップ。さあ何でしょうか。昼めっちゃ食いますね。さすが増量中というだけあってビッグスリーへの心意気が伺えます。重量しっかり上げていきましょう。またラップ歌ってんな。誰誰や。奥のやつは誰や。はい、今日も最高の一日でした。いや、つけ感がすごいですね。とりあえず言っときゃいいと思ってますからね、彼本当に。このあたりどうなのかと思いますけれども、さあ木曜日7時50分です。この日はしっかり寝たようですね。サバゲーかマジで。顔の黒率が異常に高いですね。顔の防御力だけ異常に高いですからね、これ。アフガンでもやってきますよ、これ顔だけなら。やべえ、めちゃめちゃ怪しい。あんな人いたらどう思います？僕通報されてもおかしくないと思うんですけどね。さあ最近は揚げ物が多いですね。あえてカロリーを摂取しているのが、さあ映りますのはまたつるっぱげ。うん、またミーティングをやってる模様ですね。うん、ジョンウンおる、ジョンウン。キム一族がおる。髪型。これさっきまでこんなんじゃなかったですよね、多分。いや、この髪型でここまで凛々しく立つともう総書記ですよ。いいですね、これね。振り切ってんな。だいぶ刈り上げましたね、横がね。これはジョンウンだわ。ジョンウンだったっけ、ジョンナムだったっけ、まあ何でもいいんですけど。この格好で才能の話してますからね。今日はトレーニングがオフなのでご訪問します。大したこと言わねえ。ルー大柴スタイルになってますけどね、中途半端に英語を勉強してるせいでね。はい、ということで金曜日もサバゲースタイルで始まりました。朝から昼までは一気に時間が流れていきます。ちょっと待って、オフィスでグラサンしてんじゃねえぞマジで。何なんでしょうね、何を考えてるんでしょうね。もうね、ツッコミを求めてるのかボケてるのか何なのかよくわかんないですけど、あくまで言ったら腹立ちますよね。オフィスでサングラスですよ、本当に治安悪いですよね。何なんですかね本当にね。こんなやつおったら嫌だってマジで。
山手線に謝れマジで。今日は足のトレーニングします。はい、やってください。はい、ということで足トレ終わりに、足トレ終わりに腕です。いついかなる時も鏡があれば筋肉をチェックする、それがトレーニーといったところなんでしょうか。でもね、何が面白いってね、彼こんだけ筋肉アピールして筋トレ大好きってるんですけどね、まだそんな実績ないですよね、筋トレのところ。まあ交互期待ですよ。今後ビッグ3とかね、クラシックフィジーク出るとか言ってるし、実際ね彼の実物見たら結構でかいんですよ。僕よりでかいです正直。なんでそのあたりね、あのコンテストでいつか成果を出すと思うので、皆さん楽しみにしておいてください。ということで終わりました。はい、いかがでしたか皆さん。久しぶりのね社長いじり動画でございましたけれども、僕もねちょっと慣れてなくてね、舌が回らないところもあったりしたんですけれども、まあ今回も楽しませていただきましたね。日常の中に潜む違和感このあたり作り出すのはやっぱプロだなと。はい、まあ今後もルーティン続けていくと本人は言ってたんでね、また楽しみに、見ていきましょう。今日はありがとうございました。バイ。